柴田藤夫は日本の競馬騎手、調教師。1947年により国営競馬で騎手として活動。1956年にミスリラで大歌賞に優勝した。1959年に騎手を引退して調教師となり、1990年代半ばにダート競争で活躍したライブリマウントなどを管理した。また、 1965年の東京優秀を前にした突然の金銭トレードで知られる大コーターも日本、ダービー出走時まで管理していた。1997年に定年引退。1921年、青森県に群馬の生産を兼ねる農家に生まれる。近隣の出身であった騎手、佐々木康の姿に憧れて騎手を志し、 1936年から1940年までは、上北町の東北牧場に乗り役として務めていた。その後、同郷の振動捨造旧社に、機種見習いとして入門。当時、新道旧社には、数多くの人材がいたことから、道場の武田文を旧社に預けられた。このため、機種、 状況史の系統府では、柴田は武田門下となっており、その一番弟子として記録されている。1941年末の太平洋、戦争勃発に伴い徴兵され、朝鮮、台湾、満州と移動を続けた。軍では、馬の管理を任され、輸送の指揮をとることもあったという。終戦後、1947年に帰国し、新道9社に所属。 同年3月に騎士免許を取得した。以後京都の旧社を転々としながら成績を上げていき、1956年にはミスリラでクラシック競争の大賞に優勝。年間では50勝を上げた。しかし1958年、中京競馬場の振興のため長教師として中京で旧社開業することを要請される。 柴田は騎士を続けるつもりでおり、当時の所属先の長教師であった、松本勲もこれに反対していたが、武田文吾から、これも一つのチャンスだ、開拓者のつもりで、中京で頑張れと説得され、この意見を入れて、中京に移り、騎士を引退した。騎士通算成績は2077,318勝であった。1959年3月、 調教師免許を取得支給者を開業。同年10月には若のキングで軽犯敗を制し、調教師として重症初勝利を挙げた。1964年には大コーターが入級。3歳以時から逸材の声が高く、翌1965年にはキサラ木賞、スプリングステークスと重症を連勝。4歳、クラシック初戦のサツキ賞で2着、続く、 NHK 杯勝利を経て日本ダービーを迎えるが、その競争前、大コーターは、柴田の頭越しで、元の場所の橋本幸吉から上田聖二郎に金銭状とされた。旧社に橋本からの連絡があった時柴田は、不在で橋本は代わりに電話を取った妻に、 俺は去年ダービーを取ってしまったから今年は取れないと思う。同じ場所が2年続けてダービーを勝つことはないんだ。だから大コーターは売ることにしたから柴田にそう伝えてくれと言ってきたという。場所が変われば上田の婚姻の旧舎へ移る可能性が高いことから。 柴田は、ダービーが終わるまで流行らせてほしいと上田に頼み、これを認められて大コーターは、柴田旧社の所属場としてダービーに臨んだ。ダービーを金で買えるかという議論も起こる中、当日、大コーターは一番人気の指示を受けたが、逃げた、キーストーンを捉えきれず、一馬新三、四差の二着と、敗れた。競争後、大コーターは、上田武志旧社に移り、秋に、 クラシック最終戦の喫下賞に優勝している。以後は長らくアラブ馬の活躍が多かったが、長教師生活晩年の1993年から、旧社に所属したライブリマウントが、ダート競争で活躍。1994年末のウィンターステークスから、地方競馬との統一重賞、帝王賞などを含む重賞6連勝を挙げ、 1995年度の JRA 最優秀ダートホースに選出された。同馬は同年10月のマイルチャンピオンシップ南部杯が最後の勝利となったが、1996年3月には同年創設されたアラブ首長国連邦のドバイで行われる世界最高賞金競争ドバイワールドカップに日本超強馬として初出走し、11頭立て6着の成績を残した。 1997年2月28日、定年により調教師を引退。調教師での通算成績は8,257,619勝。重傷は26勝であった。2000年9月、病気により78歳で死去した。主な起乗場は、カッコ内は柴田起乗時の優勝重傷競争。太島八大競争。 主な管理は、括弧内は柴田管理課の優勝重賞競争。太字は門下生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。